キー女子大野優衣2番でした。ありがとうございます。いやー、考えてることはやっぱまあいつも以上のことはどうせできないから、やっぱいつもぐらいのことを思いっきりできるようにしっかり滑って降りてくるっていうのと、あとやっぱ危ないとこは滑らないっていう風に意識してて、結局やっぱ危ないとこ行っても結局危ないだけだし怪我するだけだし、怪我してシーズン棒に振るよりはやっぱまあその時良さそうなとこを狙っていいとこを滑って楽しく終わるっていうのが、まあ、毎回の課題なんですけどね。それもいつどこで滑ってもそうですいやすごい悩んだ、すごい悩んで、結果やっぱもうなんかカリカリのとことかあったから、カリカリのところはもう滑らないどこって思ったら、もうあそこが一番滑りやすかったからそこ降りてきたみたいなそう、ただスパインみたいなのをちょっとピョンって飛ぶっていうのは絶対決めてて、それ以外はもう行けたらで、もうあとはまあ行けないかったらいけないで、その分ちゃんとしっかり滑って降りてこようっていう意識ですよねいやフリーライドだから、そうフリーライドなんで、普段からもやっぱまあ怪我しないで絶対滑って降りてくるっていうのが一番で、また転ばない、もうあの斜面を転ばないで滑って降りてくるっていうのを一番ですよね。あと開放地ちゃんと見て板外さないだし、板外さないです転ばないっていうのが大前提だし、あと足パンが半端ないから、もうすごいゲレンデ、要は八方で滑るともう上からアルペンクワッドから泣き山まで全部滑って降りてくるみたいなっていう練習して足パン作ってそれがやっぱすごい一番効くかな、足パンのトレーニングには。距離ノンストップで滑って降りてくるっていうのぐらいやんないと、あの山は滑って降りれない、本当にマジでもう無理。なんかすごい敷居を高く感じている子がすごいたくさんいると思うんだけど、でも全然やった、実際やっぱ山ってすごい素敵だから、景色とかやっぱ見るのが好きだし、そのなんか思い詰めずにやっぱちょっと行きやすいとこから、まずはやっぱ入りやすい森とかからちょっとずつ始めてって、やっぱ目標にね、やっぱ私もやっぱ小学校中学校と八方の山裏山をいつか滑るぞっていう夢を持ってそう生きてて、でやっと20ぐらいになってやっと山裏ね、時代が来たから、山に入ってきたから、まあ、そのちっちゃい夢をでっかく持って入ってきてくれればそれがいいですよね。ちょっとまあ真剣にだけどね、山はやっぱすごい危ないことがいっぱいあるからお勉強しながらっていう感じで、まあ、真剣に取り組んでますね。この山に関してはだいぶ頑張ってますって感じです。難しいな。目標にするスキーヤーはやっぱり本当年取っても山に入ってくるやっぱおじいちゃんおばちゃんとかがやっぱすごいもう目標で、年取ってもやっぱ仲間と一緒に山に入ってやっぱ楽しんでる人たちが一番すごいやっぱリスペクトしてるなっていうので、年取ってもやっぱゆいも山入りたいし、まあ、そういう仲間がやっぱ欲しいし、まあ、このスポーツやっぱ年齢関係ないっていうか、まあそう頑張ればずっとできるスポーツだから、やっぱ年取っても若い子たちと一緒に山入れるぐらい、まあ自分も元気でいたいなってすごいそれはずっと思っとるいやありがとうございます、こちらこそ。じゃあまたみんな、はい、バイバーイじゃあねー